3種目のトータル減点が 58.3 点、そして、専修大学のチーム成績が224点と決まりました。さあ最終競技者となりました19番の選手、日本大学から滝沢紗友子選手と王鶴です。さあスタートに向かいます滝沢紗友子選手、先ほど上田選手が2つの落下がありましたので、現在このまま減点ゼロでくれば見事優勝ですが、1つの障害落下しますとこれまた変わってしまいます。上田選手の優勝が決まりますが、さあ大事な走行、滝沢選手は日本大学の3年生、滝沢選手を乗りますこの王鶴はフランスで生まれましたアングロアラブ、16歳になります。さあバーバイツで第3位、そしてクロスカントリーで第2位という成績になりましたが、このまま減点ゼロでくれば個人の優勝です。ここで落下してしまった。しかしまだこの障害をクリアしましたら団体優勝は日本大学に決まります。走行タイムが60秒38、惜しい1落下がり